今日は音楽理論の話をしていきます。見ているご自身が分かっていないポイント、苦手なポイントが理解しやすいような流れで話をしていきますので、ぜひ活用して強化していってください。はい、どうもでーす。ジャズベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。こちらもだいぶ通例になってきましたけど、今日動画アップしている日が木曜日ということで、アップ当日に見られている方の曜日も木曜日だと思うんですけど、このチャンネルでは大好評大恒例になっております、大ファンも多いと伺っております、大人気企画であります木曜のおしゃべりタイムというふうな流れで、今日も大人気の企画をやっていこうかなと思っております。そして木曜のおしゃべりタイムなんですけども、まあざっくばらん音楽にまつわる話を通例しているんですけども、まあ例えば僕のね、機材の話だったりとか、おすすめ機材の話でしたりとか、使い方、それ以外にもちょっと考え方を変えるだけでいろんな習得率が上がりますよという音楽の話だったりとか、巷で噂に聞くけどそれって本当なのっていう話とか、まあちょっと前に上げたんでね、非常に面白い話だと思うんで、それだけでちょっと特別上に上げときますので、もし興味がある人は上げあのよかったら見てみてください。なんか一般的によく言われてるけど、実はそんなことないんですよと、その話結構間違ってますよみたいな、結構ね、あの切り込んだ話してますので、よかったら上のリストから見ていってください。よろしくお願いいたします。そしてですね、今日具体的にどのような話をするのかと言いますと、こちらね、冒頭にも話しましたように、久々に音楽理論の話をしていこうかなというふうに思っております。で、先ほどね、もしかすると最初にポンと出たかもしれないですけど、僕ベーシストというふうに自己紹介しましたけど、今日はですね、すべての楽器の方に通ずる話ということで、すべての楽器の人に向けて話をしていこうかなと思ってます。しかもですね、音楽理論、巷で言われてたりとか本に載ってるのとは少しちょっと違った切り口で、皆さんね、ご自身の楽器から考えれるというちょっと独特な方法をとってやっております。ですので、実践とかね、演奏につながりやすい使える音楽理論としてもできてますし、挫折したとかね、苦手だなと思う方でも結構ね、マスターしてる方非常に多いと伺ってますので、もしよかったらね、リストとかも上に上げときますので、もっと細かく話してるのありますので、よかったらね、こちらも合わせて見ていってください。で、今日どんな感じの流れで話をしていくかと言いますとね、苦手なポイントとかが分かるようにとかっていう感じで冒頭に話しましたけど、今日はですね、全部の話をするとね、もちろんこの一本の尺には収まらないので、ポイントポイントに絞って話をしていきます。しかもですね、クイズ形式で話をしていきます。大体僕直接お教えしてる方だったりすると、まあ課題と言ってですね、まあ宿題というとちょっとあれなんで、やらしい話なんで、宿題はまあ僕嫌いなので、宿題っていう言葉好きじゃないんですけど、まあ課題を出してですね、まあ次回のレッスンまでにその問題を、単純にその問題を解いてもらうと、そしてそれが理解できてるかなっていうのを見たりする機会があるんですよ。なので今回ね、それの疑似体験みたいな感じでやってもらおうかなと思ってます。ちょっといくつかの分野にわたって、絶対に、学んでいく上で順序が必要なところっていうポイントのクイズを出しますので、で、ポンとクイズ出しますので、まあそれを答えてもらって、まあそんなにね、間空けませんので、その一時停止とか押してもらって、考えてもらう。なんだったらノートとかに書いてもらってもいいです。で、それが分かってるか分かってないか。で、分かってないと、まあ、そのクイズが答えられると、どういうふうなメリットがあるのかって話をして、で、それからですね、分かってないとどういう勉強した方がいいですよっていうのを、まあ、ざっくり話して、次の問題、次の問題という感じで、同じような流れでいこうかと思ってます。なので、一応ね、今回軽く、その、各々のものに対しては説明していきますけども、より細かくしていただいた方の方が、絶対理解しやすいと思いますので、なので、一応今上に挙げたリストの中のものに並行してやっていきますので、もしよかったらね、そちらも、分かんなかったなとか、つまずいたなとか、あ、ここ分かってないんだなっていう人とかは、そういうのを見てもらったらいいかなと思います。で、もう一つ、この音楽理論なんですけど、今さっきも言ったように結構挫折してる方とかも多いと思います。で、挫折してる理由というのが、実はもっとシンプルに考えれば簡単なことでも、習得する前、考えてる時っていうのは意外とご自身が持ってる知識だったりとか、なんだったら持ってる知識がちょっとこうへち曲がってるというかですね、間違ってるところがあったりとかしてですね、そういったものと変に当てはめてしまってごちゃごちゃになって、余計に迷いの袋小路に入ってるっていう人も結構多いんですよ。特に初期段階の方においてはですね。なので、結構今回は、まあ、あんまり細かいことを考えず、その問題問題を解いていって、どこまで理解していくのかっていうのをまず前提に置いてやってもらえると、最終的に全部がね、こう、いい感じで集約して、まあ、わかるようになっていくんじゃないかなと思いますので、そんな感じでご活用ください。他にも音楽理論たくさん話しますので、もう一つの方もね、より詳しいやつとかも、成り立ちとかのやつも上げときますので、そちらも合わせて見てみてください。
そんな感じでね、このチャンネルは、僕ベーシストでもありますので、ベースさん向けの、ベーシストさんだともっと初心者さん向けから、できるような話もしています。そちらのリストも上に上げておきます。そして、ベーシストさん以外の方に向けても動画たくさん話してます。ジャズ屋でもありますので、ジャズのアドリブの話だったりとか、巷であまり聞かないような切り口で習得できるような方法だったりとか、それをサポートするような全ての楽器の人に向けて、底力を上げるような、ベーシックな練習の方法、考え方っていうのも、具体的に話してます。あまり他のチャンネルさんとか教材では聞けないような話も、無料でたくさん公開しておりますので、一応ね、ベーシストさん向けの話もありますけど、定期的にね、ちょんちょんちょんとね、全ての楽器の人に向けても話をしておりますので、全ての楽器の人、ベースさん以外の方も含めて、もちろんベースさんの方も含めて、もし、チャンネル登録まだお済みでない方とか、今日初めて見られたよっていう方いらっしゃいましたら、まずは何卒チャンネル登録からよろしくお願いいたします。そして今日も少しでも面白かったとかためになったとか思っていただけた方、合わせてグッドボタンも何卒よろしくお願いいたします。では早速行ってみたいなと思います。どうぞ。ベースベースベース。はい、どうもです。ではね、こっからはね、楽器を持って、解説していこうかなと思います。今日おしゃべりタイムなのでね、おしゃべりだけでもいいかなと思ったんですけど、最初にも言ったようにね、このチャンネルでは楽器、おのおののご自身の楽器を使っていただいて、考えてもらう、紐解いててもらいましょうというのをコンセプトに音楽理論の話しますので、楽器を持ってやっておこうかなと思います。で、もちろんね、僕ベーシストなので、ベースを持って話しますけども、皆さんご自身の楽器で考えれるように話していきますので、ぜひね、楽器を持って、見ていってもらえるといいかなというふうに思います。今日もね、お気に入りの、1960年のね、ジャズベースというのをね、使っていこうかなと思います。非常にお気に入りの楽器です。ではですね、まず順番にやっていこうかなと思います。まずこの音楽理論なんかね、一番最初の話する前にいろいろは前置きだったりとか成り立ちとかっていう説明もしてたりするんですけども、まあその成り立ちとか説明をした上で、まず一番最初に僕が課題としてお渡しするのは、その、まあ、ダイアトニックコード、ダイアトニックスケールというのが非常に大事だという話をしています。で、基本的に、まあ、この音楽理論なぜ必要なのかというふうに思う方も多いですし、時々、コメントなんかでも質問いただきますけども、まあ、コード譜で弾いていくというのが、まあ、演奏上では、まあ、一番必要なものだというふうに考えてもらったらいいです。で、コード譜に弾いていく上で一番必要な要素って何かあったら、コードを見て何、どういう音が使われているのかとか、曲の中でどうしてそういうようなコードがどういうふうな役割がいるのかっていうのが分かる必要がありますので、ダイアトニックコード、ダイアトニックスケールというのが非常に重要になっています。今日はそこら辺に重きを置いて話をしていこうかと思います。なので音楽理論ね、何のために勉強するのかと言われれば、まあ単純に言うなら、まあコード譜で演奏していくためというのがまず一つあると思います。もちろんそれ以外にもね、作曲だったり編曲だったりとかっていうのにもあると思いますし、もちろんコード譜で弾いていくということは、まあ、ある種ちょっとした作曲だったりとか、編曲をしているというふうなイメージを持ってもらえると分かりやすいんじゃないかなと思います。ではですね、まずダイアトニックコード、ダイアトニックスケールをやっていく上で、一番最初に、僕が課題にしているもの、やってくださいよといったものがあります。それは何かというと、ダイアトニックスケールの名前、7個あります。と同時に、コードフォーマットがあります。ダイアトニックスケールの各々の音をルートにした1と3度と5度と7度を重ねるとコードができますというふうな感じになりますので、それの名前とスケール名とコードフォーマットのものを言ってほしいんです。で、1個目だけ例を挙げますので、そちらのね、ものの例の後追随して、ご自身で答えててもらいたいなと思うんですけど、どのように答えるかというと、1個目がイオニアンスケール一度メジャーセブン。このように答えてください。イオニアンスケール一度メジャーセブン。2,3,4,5,6,7。全部お答えください。どうぞ。ということでね、もう長い間時間も取らずにね、サクサクいこうと思うので、わからん方はここで一回ね、停止して、自問自答で答えてみてください。言っていきます。二個目ですね。ドリアンスケール二度マイナーセブン。で、フリジアンスケール三度マイナーセブン。リディアンスケール4度メジャーセブン、ミクソリディアンスケール5度セブン、エオリアンスケール6度マイナーセブン、ロクリアンスケール7度マイナーセブンフラットファイブ、というふうな感じになります。まあ今日はね、酔っ払ってないので、お昼に収録してるのでね、間違ってないと思いますけど、もし間違ってたらね、言い間違えたらテロップとか出してきますけど、まあそんな感じになります。一応ね、ここに全部出してみたいなと思います。ほい、出てきました。名前は割愛してますけども、このような感じで1度から7度まで書かれているという感じになります。まあ上か下かにうまいこと出てると思いますので、よろしくお願いします。
で、これをなぜ覚えるのかというと、これからいろいろ話をしていく、まあ、ダイアトニックコードというのが主たる主たるものになっています。それをいろいろ探し出していく上で、このフォーマットを覚えておくのが楽ですということになります。と言いますのも、このフォーマットっていうのは、例えば C からスタートしていくと C のダイアトニックコードっていうのが7個あります。で、それが12キーあるので、かける10にすると全部でいくつですか ?84 ですかね。こうあるわけです。でも84個覚えようっていう人もいますけども、84個覚える必要ないんですよ。このフォーマット、出ているフォーマットと1のメジャー7とかっていうのと、これから話するものを覚えていただくだけでできるようになるだけで、84個導き出せますので、なので、まあ、その、礎として覚えてくださいということになってます。で、その覚えたもので、出したものから、順序よくこの後の問題が答えれるということになってます。これは、もう残念ですけど、丸暗記だと思ってください。いろいろね、理屈考える人もいますし、理屈を話したりすることもありますけど、ここまでは理屈で導き出すより丸暗記が一番早いです。そして、このスケール名ですけども、覚えて何のためになるのかと言いますと、特に何もなんないです。ですけども、今後話してったりとか、理論の話をする、習得していく上で、人に物事を伝えたい、習得したいという上で、やっぱり各々の名前を覚えていないというのは、やっぱり非常に不効率、非効率でありますので、なので、名前はついでに一緒に覚えててくださいよというふうな話になってます。で、これは丸暗記なんですけども、成り立ちとかって話もその今さっきの中でしてますので、いろいろしてますので、よかったら合わせて見てみてください。では、これをもとに、次のクイズを出していきたいなと思います。ベース。はい、どうもです。ではね、次の問題をやっていきたいなと思います。今さっきね、出したものをもう一度出してみたいなと思います。ほい、出てきました。こちらを元に話をしていきます。次何をしてもらうかというと、このチャンネルでは、12キー、ドレミファソラシド、イオニアンスケールを弾けるように1オクターブでいいので、上下鳴ってくださいよ、というふうな話をしています。これはもちろん音楽理論以外にも演奏する上でもうメリットでしかないので、必ずやっていただきたいです。そして12キー、均一にやることが大事です。もっと言うなら、そういう動画で話してますけど、譜面を見ながら音符を追いかけていくだけではなく、音のインターバルだったり、ドレミファソラシドだったり、実音というのを意識してやっててもらえるといいかなと思います。まあ、具体的にちょっと話をしていきますと、まあ、すべての楽器で、まあ、C からスタートする。まあ、今回ね、エレキベースなので、まあ、B フラットとか E フラットの管楽器の方は、各々の楽器に転調してやっててもらいたいんですけども、まあ、考える上では多分同じなので、最終的に一応すればいいだけだと思うので、まあ、各々の楽器で考えていってもらったらいいかなと思います。今回ね、出ているのは in C 読みのエレキベースなので、ちょっと出てる音はね、そういう楽器の人とは違うかもわかんないですけど、そこら辺はうまいことアジャストしていってください。C からスタートするドレミアソラシドを弾くと、まあ、もちろんね、練習では、差が出てくださいという話もしてますけど、これの実音を分かるようにしてほしいんですよ。もちろん弾けるようになるだけではなく分かるようにしてもらって。そうするとどうなるのかと、C、D、E、F、G、A、B、C になります。これ一番簡単なのでね、非常に分かりやすいと思いますけど、で、そうすると、その C とか1度とか2度とかっていうところに、そのアルファベット C、D、E というのを並べてもらうと、答えになります。ちょっとこのまま下に答え出したいなと思います。出してみます。ほい、出てきました。そのままですね。C メジャー7、D マイナー7、E マイナー7、F メジャー7、G7、A マイナー7、B マイナー7、フラット5という感じになってます。で、これを、おのおののキーで、ドレミファソラシドが弾けて、実音が分かると、当てはめるだけでいけるというふうな感じになってます。ちょっと下にクイズ出してみたいなと思います。ほい、出てきました。E フラットメジャーキーと、G メジャーキーというふうな感じになってます。これの、おのおののダイアトニックコードをお答えください。というのが2問目になります。で、また一時停止をしてもらいたいなと思うんですけど、考え方としては E フラットのドレミファソラシドを弾いてみる。そしてその実音を言っていく。そして、G の方は G のドレミファソラシドを弾いてみる。そして実音を言ってみる。書いてみる。書き出してみるということですね。そしてそのまま今のメジャー7、マイナー7ってフォーマットそのまま移行するだけで答えになります。ではね、クイズの答え、じゃんじゃん行こうかと思うので、もし、時間かかりそうな人は、書きたい人は止めてみてください。では、答えていきます。1個目の E フラットメジャー7の答えは E フラットメジャー7 E フラットメジャーキーですね。 E フラットメジャー7、そして F マイナー7、 G マイナー7、 A フラットメジャー7、 B フラット7、 C マイナー7、 D マイナー7、フラット5、そしてまた E フラットに戻るって感じになります。まあ、答えポンと出てるかもわかんないですけど、参考にしてみてください。 G もいきます。G もドレミファソラシドを弾いていきます。順番に言っていきます。G メジャーキーのダイアトニックコードは G メジャー7。
Am7 Bm7 Cm7 D7 Em7 Fm7F5 でまた G に戻る感じですね。この時ちなみに余談なんですけど、Fm7F5 を Gフラットと答えた人、これは厳密に言うと間違いです。もちろん Eフラットの時もですね、例えば Aフラットのところを Gシャープって言ってしまってる人は間違いです。これは、アルファベットの、まあ、順番に、A の何か、B の何か、C の何かというふうな感じで順番に答えを導き出してもらえると答えが出てくるので、そこら辺を意識してやってみてください。ではですね、次の問題いきたいなと思います。ベース。はい、どうもです。ではね、次の問題を出していきたいなと思うんですけど、次の問題は今さっきの問題に、結構共通してきています。例えば、今言った C メジャーキーだったりすると、これの例えば3番目の音なんですかというふうに言われたら、それ自体は、まあ Em7 になるわけですね。今さっきのものもう一回出してみたいなと思います。ほい、出てきました。C メジャーキーの時のものが出てると思います。3番目のものっていうのは Em7 だというふうに書いてあります。で、これ今順番に言い出してもらったんですけど、次のクイズっていうのはまあ同じような感じなんですけど、これを全部書かなくても、キーを言われて何度の音ですかというふうに聞かれたら、そのコードが言えるというふうなのが大事なものになってきます。ではですね、クイズ出してみたいなと思います。で、もしわからない人は書き出してもらってもいいんですけど、書き出さずに言えるとなおいいかなというふうに思います。ではクイズ出します。1個目。あ、全部まとめて出しますね。ほい、出てきました。1個目の問題が B フラットメジャーキーの2度。それから F メジャーキーの3度。そして A メジャーキーの6度というのが出てきています。これ各々ね、コードとかもね、今回書いてないので何度しか書いてないので、コードも今さっきのものから推測して言ってもらうということを見てもらいたいわけですね。では、答えいきたいなと思いますので、解説もいきながらやってきますので、時間欲しい人は一時停止をしてください。では答えいきます。まず B フラットメジャーキーの2度ということなんですけど、こちらは Cm7 ということになります。で、これはどういう風に考えていくかというと、まあ簡単ですね。B フラットのドレミファソラシドを弾きます。まあもちろん2個目なので、2個目まで弾いていけばわかると思います。その B フラットから2個目の音っていうのは C の音になるなということで、しかも2個目の音のコードフォーマットはマイナー7だなということで、Cm7 っていうのがわかると思います。で、次の F も同じです。F のドレミファソラシドと弾くと、3番目の音が A の音だなっていうのがわかると思います。そしてコードフォーマットがマイナー7なので、これは Am7 だということが見えてくると思います。じゃんじゃんいきます。次、Am7。Am7 じゃないですね。Am ジャーキーですね。これも同じように弾きます。そうすると、ソーラー。移動度で考えてます。実音と移動度で並行して考えていってください。そうすると、これが6番目の音が Fm7 というのが見えてくると思います。で、これちなみになんですけども、今さっき言ったように、これ Gfm7 で答えた人は間違いです。厳密に言うならですね。1個目が A の何か、2個目が B の何か、3個目が C の何かなので Cシャープと答えますね。4個目は D の何か、そして5個目 E の何か、そして次が F の何かで答えなきゃいけないので Fm7 というふうな感じになってきます。6番目のコードフォーマットも -7 なので、Fm7 というのが答えになってきています。まあ、そんな感じでね、回答していってもらえるといいかなと思います。では、次は逆から見ていくとどうなるのかというクイズをやっていこうかと思います。ベース。はい、どうもです。ではね、ちょっと難しい話をしていこうかと思います。今までは、キーが分かっていて、そのダイアトニックコードが何かというのを発見していこうという回でしたけども、今回は、その、コードが分かってて、それが何度と指定されてたら、キーが発見できるというのを考えておこうかと思います。ちなみに、これまでの、コードが分かる、キーからコードが分かるというのは、まあ、例えば作曲をするときだったりとか、まあ、今回出す問題の下地になったりとかっていうポイントになってきます。で、今回のキーを発見するというのが結構重要なポイントでして、まあ、最終的に必要、演奏に必要なポイントなんですよね。まあ大体コードというのは書いて渡されていることが多いと思います。作曲の場合は逆ですね。キーを決めてコードを考えていくので、今までの知識が必要になってくるんですけど、演奏する場合っていうのはコードが与えられてて、そのコードの並びからそこのとこってキー何なのかなっていうのを推測してくれるといいので、ここが必要なポイントになってきます。ちょっと例を挙げてみたいなと思います。今さっきのね、Cメジャーキーのものをこう出してみたいなと思います。ほい、出てきました。例えば、この問題が、キーが C と分かんなかったですね。例えば今さっき言ったように、Em の音が3度ですよと
いう風に言われたら逆算していくとミレドということで、あ、 C のキーだなと、 C メジャーキーだなというのが見えるようになってきます。今回はそのような問題になってます。ここにね、またクイズ出してみたいなと思います。出してみます。ほい、出てきました。3つ出てきてます。四角が書いてあってですね、まあ点々と書いてあったのは、キーを表しています。今回キーを書いてないです。なんやらのキーの2度マイナーが Em7 だったらキーなんでしょうか。そしてなんだらのキーの4度メジャー7が A フラットメジャー7だったらキーなんでしょうか。そしてなんかのキーの6度マイナーが B フラットマイナー7だったら、何のキーになるでしょうかっていうのを紐解いていきたいわけですよね。で、またね、このままね、答えじゃんじゃんいこうかと思いますので、ちょっと考えたいなという人は一時停止ボタンを押してください。ではいきます。まずですね、2番目が E の音になってほしいということですので、まあ、E の音が2番目ということは逆算していくと、これ一番最初の音が D の音になります。 D、E、F シャープ、G、A、B、C シャープという D メジャーのドレミファソラシドの2番目というのが分かってくると思います。なのでこれの答えは D メジャーキーというふうなことになってきます。で、じゃんじゃん探していきますけども、次4番目の音が A フラットということなので、これ言うならファの音が A フラットであってほしいということなので逆算していきます。ファ、ミ、レ、ドと換算していきます。そうするとこれが E フラットメジャーキーというのが見えてくると思います。もちろんこれ D シャープメジャーキーと書いたら間違いないので注意してそこら辺も考えてみてください。次、6番目がラの音ですね。ラ、ソ、ファ、ミ、レ、ドということで、ちょっと歌の音程怪しかったかもしれないですけど、B フラットが6番目の音ということは、これ D フラットメジャーキーっていうのが見えてくると思います。 D フラット、E フラット、F、C フラット、A フラット、B フラットっていうのが見えてくると思います。もちろんこれ C シャープでも間違いですので、一応今回厳密に言うと間違いになりますので、そこら辺気をつけてやってみてください。で、弦楽器の場合は形で見ていくと楽です。6番目だったらこうとか、3番目だったらこうとか、4番目だったらまあこうでもいいですし、こうでもいいですし、5番目だったらこうとかっていう形で、ギターとかあのベースの人とかっていうのは形で見ていくと楽かなと思います。他の人とかはね、インターバルのことも考えながらドレミファソラシドいっぱい弾いて慣れていくと、この辺とかっていうのも分かるようになってくると思います。ではですね、次はですね、今回は、まあその何度ですよと指定されてましたけど、複数のコードが出てきたら、指定なしでも探すことができますので、指定なしでキーが答えられるかというクイズをやってみたいなと思います。ベースベースベース。はい、どうもです。ではですね、ここからはね、最後の問題になりますけども、コード、複数のコードからキーを探していきましょうというふうなものになってます。ちなみに余談なんですけど、今回の問題はちょっと時間の都合で、昔一回動画で使ったものをそのまま使ってますので同じ問題になってます。ただもう結構期間が空いてますので、またね、別にリフレッシュしてそのままあの新しくね考えれるかなと思ったので、特に変えずに使ってます。ご了承ください。今回はね、特に、コメントにて回答というわけではなく、そのまま今日はね答えを全部言っていこうかなと思いますので、もうちょっと細かい回答、あのクイズとかね、コメントとか、っていうのはやってますので、前の動画を見ていただいて、二つ目に挙げたやつかな、細かく話しるやつとか特にクイズ出してますので、そちら見ていただいて、全然ね、古い動画でもコメントいただいてもあのきちんと回答しますので、間違ったポイントとかあったら、むしろそれのアドバイスとかもしますので、ちょっと自信ないなっていう方もぜひねコメントいただけると嬉しいなというふうに思います。では、最後のね問題、ちょっとね例を出してみたいなと思います。出してみます。ほい、出てきました。上に Em7、F メジャー7って書いてあって、矢印が書いてあって、 C メジャーキーというふうなのが書いてあります。これ答えが書いてあるんですけど、これなんで C というふうにわかるかというと、まあこの例えばですね、4番目のまあメジャー7っていうのがまあ出てくるのが4番目か1度しかないわけですよね。で考えると、これ4番目、 F が4番目なのかな、1番目なのかなというのが推測できると思います。でもし仮にこれが1番目だとするなら、F の半音下である音っていうのは7度になるので、これ E の音が Em7 フラット5にならなきゃいけないわけですね。あ、ちなみになんですけど、今回のクイズは一つだけ付け加えがあります。出ているコードがダイアトニックコードだとするとということで、前提で話してます。実際の曲ではダイアトニックコード外が出てくるので、もうちょっと難しくなります。で、そう考えていくと、7番目の音だとマイナス7フラット5になるので、あ、これは違うなと。じゃあ4番目の音で見ていこうかって考えると、F が4番目ってことはキーが C になりますので、あ、C、あの E の音は3番目の音で、
重複するなと C でどっちもあるなということで C メジャーキーというのが答えを導き出せれると思います。ではですね、クイズ出したいなと思います。出してみます。ほい、出てきました。1個目が E フラットメジャー7、B フラットメジャー7、そして2個目が E マイナー7、D7、そして最後が G マイナー7、C マイナー7というような感じになってます。答えを考えてみてください。このまま回答いきたいなと思います。一時停止してくださいね。ではいきます。考え方も話していきます。まず E フラットメジャー7、 B フラットメジャー7というのは今さっき言ったようにどっちかが1度でどっちかが4度になる可能性が高いということになってますね。でこれを例えば、まあじゃあこれ E フラットメジャー7と考えたら、1度と考えたらどうなのかなと考えます。そうするともちろん E フラットメジャー7が1度なので合ってますと。そうすると E フラットのドレミファソラシドを弾いていくと B フラットの音というのは5番目に来ます。ということはあれこれメジャー7になってるから合わないなということで、あ、これは E フラットメジャーキーではないなというのが発見できると思います。では回答は何かというと、これ B フラットメジャーキーになります。そうすると B フラットからスタートするドレミファソラシドを弾いていくと E フラットがちょうど4番目の音だなというのが分かってくると思うので、これは B フラットメジャーキーだということが分かってくると思います。では次の問題を回答していこうかと思います。E マイナー7、D7 ということなんですけども、これマイナー7っていうのはダイアトニックコードの中で3個あったので、ちょっと発見するのに難しいわけですよね。じゃあどうするかって言ったら、まあ、セブンスだと1個しかないので、じゃあそっから発見しようかということになります。ただ実際の曲だと、セブンスっていうのは変化されてよく使われるので、セブンスから発見しようというのはちょっと危険ではあります。ただ今回はダイアトニックコードという縛りがありますので、まあそっから発見できるかなと。というふうに考えていくと、D が5番目の音になるということは G メジャーキーかなということがまず憶測できます。でドレミファソラシドを弾いてみると、もちろん D の音は5番目、そして、ラーの、6番目の音が E の音だというのがわかります。マイナー7だということで、あ、これ6度マイナー7だなということで G メジャーキーだということが発見できると思います。では次の問題いきます。次の問題はちょっと厄介です。マイナー7が2つ書いてあるので、これどういう風に当てはめていくのかなっていうのを、各々当てはめていく必要があります。例えば、G マイナーが2番目の音だったらどうなのかなと、F かなという風に仮定します。F メジャーキーと仮定すると、C の音って何番目なのかなって、あ、5番目だなということで、じゃあ C7 になってないのでこれ間違いだなと。いうことで F じゃないということがわかると思います。じゃあそれ以外にも、例えばじゃあ、G の音が、じゃあ今度、3番目の音だったらどうかなというふうなことを考えていきます。3番目ですね。そうすると E フラットメジャーキーになると思います。これは3番目の音だというのが今さっきの問題で分かっていれば E フラットメジャーというのが出てくると思います。E フラットメジャーキーで考えていくと、もちろん G の音は3番目、そしてあ C の音は6番目になっているなというふうになると思うので、これ E フラットメジャーキーが一つの回答になると思います。そして、G の音が3度マイナー、そして C の音が6度マイナーってなると思います。で、ここで、あれ？もしかしたら私の回答間違ってたかもって思った人いるかもわかんないですけど、実はこれちょっとやらしい話なんですけど、回答がもう一個あります。それは何かというと、例えば G マイナーキーが、あ、G マイナーというコードが6番目の音だったらというふうに考えることができます。そうすると、B フラットメジャーキーというのが導き出せると思います。そうすると、この C の音って何番目なのかなっていうと、実は2番目にあります。なので、これ B フラットメジャーキーである可能性もあります。このように、少ないコードだと、キーが絞りにくいところっていうのもあります。なので、他のいろんな要素を実際の曲だと、他の要素を比べながらやっていくということになります。で、そうすると B フラットメジャーキーというのが一つの回答で、各々のコードは何度なのかというと、G マイナー7が6番目、6度マイナー7。そして、C マイナー7というのが2度マイナー7。というふうな感じで回答が変わってくると思います。これは、この問題に限って言うと、回答が2つあるということになりますので、注意してください。まあ、そんな感じでね、今日はクイズとかね、どんな感じでやっていくといいのかっていう話だったりとかしてきました。今日の問題ね、おのおのポイントがあって、間違えたポイントだったりとかっていうのがあると、まあ、1個前ぐらいがちょっと怪しい可能性があったりしますので、そこら辺からしっかり勉強してもらったりとか、まあ、いろんな動画上げてたりとか、クイズやってますので、そちらのクイズを回答していただくとか、やってもらえるといいかなと思います。そして時々生配信でもね、クイズとか出したりとか、質疑応答してチャットでやったりとかしてますので、勉強して自信が面白いなと思っていただいた方はね、生配信とかで時々やってる時とか参加していただいて、ぜひじゃんじゃんね、回答して盛り上げていただけると嬉しいなと思います。
で、わからんかったものとかはね、いろんな動画で説明してますので、そちらをぜひ参考にしてみてください。また音楽理論も、そのうちね、細かい説明とか使い方だったりとか、いろんな話していこうかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。そしてその音楽理論を具体的に使った、もうちょっと実技の踏み込んだ話とかっていうのを、アドリブの話だったり、ベースラインの話だったりとか、ベーシックな練習だったりとか、いろんな話してますので、もし今日初めて見られてる方とか、チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたら、何卒まずはチャンネル登録からよろしくお願いいたします。全ての楽器の人がね、大丈夫ですのでよろしくお願いします。そして、今日も少しでも面白かったとかためになったとか思っていただけた方、合わせてグッドボタンも何卒よろしくお願いいたします。では本日はこれで終わりにしようかと思います。また皆様にお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございます。失礼します。